はい、始まりましたマインクラフトダンジョンズ。果たして村人たちの平和を守ることはできるのか、やっていきましょう。私が FB スリジョンです。そして平和を壊す男、キックマーク2です。マルモットです。エブです。では早速やっていきましょう。黒曜石の列島、列島か、トガ島。トガ島、トガ、これ最後じゃない、現状の。マジか。まあ多分そうだね。うん、早いな。しかも難易度設定2つしかねえぞ。何、俺らの力見せつけてやろうぜ。まあここをクリアすればもっと強いのが出るんだけど。あとうとう王と対決するときだ。王は一体何なんだあいつ、よくわかんない見た目してるな。来た。邪悪な村人の王は城壁の方へ逃げたが、そう遠くまでは行っていない。急いで後を追い、大塔までの道を切り開くのだ。邪悪な村人の王とその恐怖による支配は今夜終わる。壮大なストーリーに決着がつくよね。まあ要約すると邪悪な王の代わりに俺らはなって、また村人を支配しようという。邪悪ってこと。そういうこと。まあ新たなね、うん、支配者が現れるってことだから。支配者階級は変わんないから、関係は。搾取される側は一生ね、搾取されるだけだから。そう、搾取、搾取。わあ、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 失礼します。わあ。ほら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 、今度行くぞ。余裕だ。わー、あー、当たった、びっくりした。わー、ねえ、よかった。死んだかと思った今。のわっ、のわ、敵も来るんかい。敵も来るのね。勝って、あーあーあー、どうですか。力のポーションを見せつけろ。ソウルクロスボウ、ソウルクロスボウ。あとここ剣っぽい形のやつがあったから、まあしかもまだ出てないから、それちょっと見てみて。なんなん、最後は核のスイッチが手に入るらしいから。まあ、わあ、さすがに、ひでえ、ひどい、それはひどい。あれ全員、まだ、いや、まだ俺が来てる。 俺だけ死んだ。ちょっと待って、俺は、あー、まずい、今のはひどすぎるやろ。え、まず倒せ、敵を倒せ、敵をまず。ちょっと待って、ナイス、よし、あれ、あと5秒、いっ、よし、ナイス、しゃぶねー。おー、危なー、待ってくれる、ど真ん中に連れていかなくても。いや、今のはひどかったよな。もう飛んだ瞬間、もうとりあえず花火で準備しとこう。あ、ここが大事。ん、あれ、ほら、あれ、しまった。あー、来た。あー、なんだっす。ビヨン。ビビってる。あー、来るぞ、気をつけろ。オッケー、さあ、この辺は言うだっしょ。弓打ちたい、弓打ちたい。これぐらいならまあな。あ、こっち、うわ、めっちゃいる。投げまーす。そっちはやばいぞ。はいよ。ええ。手食らったぜ。こいつどこにいんねん。終わりか。終わったっぽい。あ、ここ行けるんだ、ここ。行けるけど、行け、もう、ダメだ、降りる、落ちるしかない。かわいそう。あ、花火初めて使ったけど強すぎるだろ。これ絶対いるわ。花火は強いよ。ああ、花火は強いよな。2セットあっていい、ちょうどいい。ああ、花火と乱射の相性がやばいな。あと無限な。ああ、そうね、そう、2分の1の確率減なくなるから。2分の、そうね、だからもう一発撃てる、何連射もできる。ああ、よし、開けまーす。はい、はい、はい、もらいまーす。え、ラブライバーです。ラブライバー現れた。
めちゃくちゃいる。下がれ。こういう時に突っ込むからやられるんだぞ。確かに確かに突っ込め。今しかない。うわーすごい数だ。さすがの敵の多さだな。なんかあるか。こんだけでこいんだけど、ね、宝箱ぐらい1個あってもいいんじゃないですか。俺ら宝を求めてきてんやぞ。だ上がってんのかよ。シークレット今回1個か。お、溜まっとるね、おら。とりあえず溜まってるところに花火。この世界の花火は花火ではないよ、もう。違うね、ただの爆弾だよ。本当に RPG RPG だよこれ。マジ溜まってるところに花火ぶち込むの楽しいもん、うん、楽しい楽しいね。快感物質ちょっと出るもん。出る出る。あ、間違った。おっと危ねえ。もうちょっとゲーム変わってる。本当にさ。クレイモア。クレイモア拾ったの？ああ剣だ。あーあれだ。それがあれだね。うわー見ている。うわーやられた。死ぬって。痛い痛い、めマジめっちゃ痛い。あ、強化されてるぞ。強化されてる相手めっちゃ強い。強化人間だ。後ろのやつ攻撃できれ。いけるか今。援護してくれ援護してくれ。分かってる。ナイス。うわレッドストーン。ゴーレムだ。うわあゴーレム久しぶり。でも単体？こいつ。もはや単体じゃ俺らの相手にならない。うん、痛い。止まったら DMT 投げます。次止まったら、はいよ。はい。うわしまった、やられちまった。あーなんと。うわ俺だ、調子こい俺だ。あ死んだ。あ助け。あまずいまずいまずい。ちょっと待ってよ。センキュー。あこっち来たこっち来た。オッケー、まあ、助けてもう一人。はいよ。そして俺が死にます。なんと、あぶねー。俺生きてるから誰か助けに行って。もう時間ない。あ行く行く行く。敵が湧いてやがる。くそったれども、やべえ。まずいます。マジやられた。よし鳥にやられた。何鳥にやられた。これは全滅だ。どこ。あーダメだ。いや鳥が来ちゃうと無理だよ。鳥最強。鳥最強。わー目の前すごいとこで復活。ロケラン。強い。ロケラン祭り。しかも後ろからめちゃくちゃ攻撃したら、いてててて、さすがに無理。撃て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 、よし。イエーイ。イエーイ。いや強かった。ヘビークロスボウ。さすがにこういう狭いところで来られると厳しいわ。左かな？こっち。マータレットストーンゴーレム。うわあ。本当だ。おら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 、さすがに矢が足りねえぞこんなの。ぐいえ本中だ。いでででででいででででこいつ一人で出てきたらどうすりゃいいんだろうな。確かに確かに。あっちなんかアイテムあるのかな。多分ワラスボの紐のあるよ。えワラスボの紐のある。また？もう見て。ちょっとさすがに矢が怖いわ。矢筒があれば変ないんだよな。出たことないぞ。ほら痛い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 。ちょっと強いな。あーもう引っかかった。あ、こっち連れてくんで助けてください。はい、やってまーす。もう終わりだろ。終わりだ。よし。うわぁ地雷にやられた。やべ、ゴーレム出すぎなんだけど。わーい。あ、クレーム。何言った？
あ、でも吸血ついてるな。あ、ソウル、あ、クロスボウだ。ヘビークロスボウ。ユニークのソウルだ、ソウルクロスボウか。いらない。よし。俺は騎士スタイルでいこう。やっぱ無限ついてないと、きつい。いや、きついよ。きついよ。あのね、普段使いはできなくなる。ボス専用とかになっちゃう。うん。でも、その代わり無限頭部は意識し始めるから。あー。無限頭部はでもキー入力ミスだから。うん。見て。敵が来たらとりあえず撃つのだ。またかよ。やばい、またかよ。狭いからここまずいぞ。まずいねー。ちょっと、いやー足りなくなるで、マジで。いやーねー。いやーもう。いやー、かといってね、やっぱ近接は無理。で、いやーもう。痛い。いやーマジ狭いわ。だ、まずい、こっち来るとは。くむり。助けれる。今助ける。まずい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 。あー、よかった。よし。センキュー。よし。こっち来たぞ。逃げろ。危ない危ない危ない。やばい、普通の敵も来た。いや、そうそう、雑魚敵もいるんだよ。おお、うわあ、ダメダメダメ。死んでくれ、悟空。よし、倒した。おお。ああ。ゴミしか出ないし、しかも。いや、こいつ、そう、別にいいもん落とさないんだよな。あ、なんなんだよ。あ。イエーイ。こいつの方がいい。こいつの方がええやんけ。やばいやばい。やばいやばいやばい、すごい、結構いる結構いる。おお、すごいな。やばいやばい、ハマった。いやもう HP ないっす。いやーきついわ、これきついこれきついこれきつい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 。うわ、いってて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 。いやこれはきついだろうな。あ、俺も死ぬわこれ。これストライダー飛竜だ。これストライダー飛竜、ちょっとつらいわ。やべえ、さすが最後だぜ。いやでも狭いんだよ。そう、狭いんだよな。狭いね。とっさの回避ができん。ちょっとここで引かへんのまずいって。やべえ、ビンディケーターの強いやつだ。ここエンチャントしまくりだな。くそ、あのクソしたい。よし、うー、めっちゃエンチャントしてる。投げ全然当たんねえ。そして俺が死ぬ。俺助けるから。あ、助けるから。気をつけろ、もう結構やばいぞ。いやでも、あの、エンチャンター倒すにも花火はすごい有効だ。今のところ花火最強説。花火がもう、爽快感と威力と範囲が。そうそうそう。範囲が特にやばい。優秀すぎるだろ。いや、優秀だね。とりあえず、最初の、あれで撃っとけば。これ、まずチュートリアルでゲットしちゃうんすけどね。それがすごいわ。早く。とりあえずエンチャンター倒しに行く。こいつはもう絶対許さん。逃げろー。よし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 。ナイス。なんだあいつ。さっきの城は何だったの。あれ、上になんかあるの。いけないの。でもさっき行けなかったね。これ隠れてんじゃない。あ、階段登ったっけ。ん、あれ、あー、なるほどね。上、いや、でも登ったとこないじゃん。これ絶対隠れてるよ。我に解けない謎みたいですね。これちょっと怪しいぞ。何何か、ボスっぽい雰囲気がしてますよ。はい、まだでーす。まだでーす。はい、エンチャンター。さっき奥、何もなかったんだっけ。いや、だから結局行けなかった。分かんなかった。うん。俺らの IQ でも分からない。うん、無理だって、判断して。お前、強化はさせん。いや、あの強化野郎は速攻で倒す。マジ。瀕死になってでも倒す。あー、またゴーレム今。またかい。おー、地雷みたいに死ぬやつ。あー、マジマジ、こっち来んな。死んじゃう。お
終わりだー。よし、イエーイ。またクロスボウかい。ソウルクロスボウなし。またかよ。うわあ爆弾投げたら、ほら、お、危ない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 。やべ、おじ、はい、ああダメだ。おじさんやられた、やられた。なんでお前ここに来た。おら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 、それはあかん。足速くない？2体目だ、2体目。なんやめちゃくちゃやな。あーまずい、それはまずいっす。でもやべ、こっち、まあ一人余るはずだから。よし、俺いける。ちょっとさっきの方まで戻ろうぜ。戻りたいが、ちょっと俺らも戻りたいが、閉じ込められた。宝箱開けてしまった。開けとる場合か。勝手にもう逃げろ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 。よし、ここならば。でよし、とりあえず逃げてきた。あいつらどこまで行ったんだ。うわー、くそ。あー、やばい、やばいやばい、地雷がつらい。ちょっとこれ一人、あ、助けれる、そっちで助けた。あ、よかった。あ、一匹置いてきた。今度俺の方来た。よし、いいぞ、一匹置いてきたから。これか、いい、倒しきれ。ほらよしよし、いやいや、もう一匹いるぞ。ちょっと待って、アイテム整理します。右の奥に宝箱あったからね。まあただ宝箱一時的にアイテムが落ちてった可能性あり。これ消えることはないのか。来た、今までの経験から言うとダメだろ、こっちはダメだろ。でもこいつ結構減ってるな、もう。いや、もうこいつはあの最初に倒す、最初の戦った。そう、こいつ入れ替わった。そう、やめてんじゃねえ。終わりじゃ。おい、お、ボイドコール。ボイドコール、何それ。とうとう、ボイドエクストリーム。ボイドエクストリーム。さっきその宝箱どこ。弓だ。こっちこっち、この先。やべ、これはまずい。あ、でもいいね、クレームはやっぱ攻撃範囲も広いから。ほら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 、花火がすごい。花火最強。下行こうぜ。そうだな。どうする、またレッドストーンゴレム出てきたら。泣く。今度エオエオおとりにしてる間に俺らで宝箱を開けて逃げるってどう。うわぁ、俺は死んだらどうするんですかね。困るのはあなたたちですよ。すげえ脅し方。俺が死んだらどうするんですかね。エメラルドブラッシュ。いや、ここ長え、長芋だわこれ。いや、ゴーレムのせいで多分長芋。確かに。あれ、なんかアイテム落ちた。こっち行けんの。さすがに何もないか。うわー、あ、行けた。おお、すごい。何もないわ。何もないんか。何もないのかよ。お、これはやばいぞ。やばい雰囲気。メイド、委託。あ、これはやばい。これやばい雰囲気。あー、邪悪な村人の王。あ、もうここに住んでる時点で村人ではないよね。そうだね。あれ、いつもと違うぞ、なんか。おお、とうとう来た。ボス？すげえ笑い声。へいよ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 。まあでもそんな言うほど。本当これは。まあ多分変身するんだろうな。そうだね。まあ敵を呼ぶんじゃねえか。なんだこれ。ああ。来た。呼んだ。これはダメだ。その数の弓矢部隊はダメだ。そう、いきなり呼ぶ。ちょっとこれのために花火は残しとく。こいつワープするね。そこまで強くなんで。こいつアグニムかよ。本当ですよ。
まあ、こいつ自体は正直弱いわ。別にこいつマジゴミなんだけど。こいつ自体はゴミだ。本体自体は弱。あれこれハマった？あ、ハマってる。ハマった？おい、ハマった、ハマった、ハマった。よっと。うわあ、弱い。まだあるの？まだ残してる。まだあるね。第二形態か。いやー来るよな絶対。広くなった。やばい。エンターの心臓。さすがにこいつは。うわ、なに？なに？回避、回避でよかった。回避だ。うおー、ちょっと。どこで死んだ？エマ、助けてる。うきえー！うわー、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 避けれないっす。うわこれはひどい。これは強い。強い。めちゃくちゃ強い。暴れすぎ。これはすごい。でもよく馬鹿にしてすまんかった。馬鹿にしてすまんかった。最後のチャンスだ。熱いぞ。回避ゲージがたもうなんか回復しないから。うわ、待って、熱いやってる。うわ、しかも立て直すなら今だ。今そうだな。見直すなら今だぞ。分かってる。もうやれることない。もうやることない。よ、行くか。一斉のでいきなりか。おー、すごいダメージ。うわ、くらった。花火が多分ね、ダメージめっちゃ。うわー、痛え。あ、そうだ、花火ね、すげえダメージ取る。うわー、痛え。やばい、死んだらまずい。防御力ダメ。あぶねー。何度も回復させる。よし、俺防御力できんな。めちゃくちゃかよ、こいつ。なんだ。うわあ、すまねえだ。いや、これだ。ちょっと、大きくここに来て。よし、生き返らせるぞ。気をつけろ、気をつけろ、気をつけろ。分かってる。なあ。あとどこにいる？俺が生き返らせる。分かった。回避に専念しろ。痛え、落ちた。よしよしよし、防御。ナイス防御。切れるぞ。危ない。いい塩梅でそっち行くから、ちょっと待ってろ。危ない。とりあえず一回、一回、一回、一回回復するね。待て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 。うわー、ダメ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 。うわ、強い強い。普通に強い。くっそー。うわー、よし、みんな準備よければいいよ。行くか。行くぞー。まあまだこいつはな、ザコッパチ、ザコだから。ザコッパチ、ザコッパチ、ザコだから。マジ舐めてたやつ。あぶねー。来た。さあ来るぞ。いいか、まずは花火食らわせろ。よし、あとはもう遠距離攻撃。基本遠距離攻撃。何食らう。早い。うわー、行って。よし、俺なんとか頼んだ。追われてるやつはそのまま引きつけてくれ。よし、オッケー。うわー、もう炎の方向に行っちゃった。ダメダメ。あー、やられた。くー、やばい、今は無理。ナイス、いい、ね、ナイス。できるか。いけるいける、一人は生きた。よし、やってます、やってます。ナイス、ナイスすぎる。お前は神だ。いやいや、待て待て待て、場所が悪い。いや、まずい。これ絶対かわせないやつ。ほんとにかわせない。ちょっと、やべ、また死ぬ。回復、回復させてくれ。うわー、やれた。あー、やれた。ヒル強いマジ強い、こいつ。あぶねー。ナイス。死んでも復活させる。なあ。あかん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 。まるで避けれない。無理だ。強こいつ。なんでこいつ強い。強い。あれ、ちょっと待って。いや、 HP 減ってるまま、減ったままだぞ。今行った方がいいかも。俺のゲージが減ってる。
俺の減ってる。減ってない。減ってる減ってる。今減った。死亡早い。早すぎる。なんで死んだ？嘘でしょ。うわ。無理や。3人やられたら無理だって。いや無理だね。3人やられたらもうおしまいだな。いや2人やられた時点で終わりだよ。うわー全開した。そうさっきたまたまこれ減る減る減る。減ってるよ。よしオッケー。そう表示上はそうだけど減ってる。危ない。なんとか距離を取れ距離を距離をとにかく。うわーほんと避けるね。あの子結構減ってる。あここアンチかな。あ、これそうだわ、この赤いあれ違う、これ回復型だ。うわもうやっちまえ、よしよっしゃおーけーふざけんなぞ。えで、最終的にヘビークロスボウ。うわ俺なんか拾ったぞ、スライサーのミラボーグ。いらなす倒したマジギリ。なんだもう瀕死でこっちまで来たとこ。えまだいんの。なんだおい、嘘でしょ。有効か。おおあっ、うなんだこれ。どうだった、どういうこと。ああ、暴走しちゃったの杖が。あらら、あ、かわいそう、うん、かわいそう。あ邪悪な村人の王は倒れた。こいつはどうでもよかったけど、マジあの何だったんだあいつは。はい、倒れてなぁ。やべ、まだ終わってない。まだ終わってません、アピール。顔四角。世界を救った偉大なる英雄。誰こいつ。俺違う誰だよ、見たことねえぞ。おう、知らない奴らが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 世界を救った。俺たちじゃなかった。違うんだね。まさかこのような結末になるとは。え2点3点しすぎて、わけわからんぞ。なんだなんだなんだ。展開が激しすぎる。あ、さっきのエンダーのやべえやつが。あ、なにこれ、ターミネーター。ちょっと待って、吹っ飛ばされた後の。お、あークリアした。おお、いいもんくれるんだろうな。なあ、余韻もなく今度こそくれんだろうな。これは倒した雲の数とかどうでもいいよ。なんでやねん。1 なんでそんなん出すねん最後。倒した雲の数。あ、うわ、上質な小麦。いや俺はもう相当いいもん出るよ多分。しょ、雷の杖。おお、それ一番当たりじゃないの。そしてアドベンチャー。あーゲロ強かったな。ブロードソードクソ強えな。400出るで、だって。え、400出る。マジで、すごい強いね。ああ、まあそんなブロードソードもでも雑魚的にしか基本的にやるかやられるかだから、もう花火の方が重要すぎて。そうだね、最後も花火と遠距離でゴリ押ししただけだった。近距離武器とは。ボスは弓やブッパだからな。いやマジで。近づけんってあんなの。あいつはやばいわ、本気で強い。避けれやしない攻撃。ぼーっとしてたら2秒でやられる。いやマジでね。開始早々やられた。ブワブーってこう言って、開始早々やられた。なんとか勝った。いや、あそこまででライフ減ってたらもう絶対無理だわ。あれマジ一人クリアできんの。の、いやでもとりあえずストーリーモードは今現状のとこまでクリアしました。イエーイイエーイ。ただアドベンチャーモードも出ましたし、まあ、今後ね、もう近日登場って書いてますね。またなんか新たな冒険がすぐ出るらしいんで、そちらにも期待してちょっとやっていきましょう。はい、皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトはですね、
YouTube そしてニコニコ動画に、チャンネルを持っていますのでぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方ですね、こちらとか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 、あとはですね下の概要欄の方にもですね、リンクが、貼っておりますのでぜひそちらの方から飛んでいただいて登録の方をお願いいたします。いいぞ。